皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。ダークテイルズ1月22日になんと超大型アップデート第2弾と言ってもいいんじゃないでしょうか。新イベントがね、追加されました。これめちゃくちゃ驚いたよね。今回この新イベントの紹介、そして夏日の獣冒険のところを第1章簡単にクリアする方法っていうのもね、一緒にこんなキャラクターがおすすめだよっていうのを紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速、まずどんなイベントが来たのか見てみましょう。そう、皆さん7月といえば夏、そして先日海の日がありましたということで、オズ水着祭というのがねイベントで来ています。今ちょうど後ろでね同盟戦やってる中、実は撮ってるんですが、何のイベントかというと、いつも通りのまあログインボーナスもありつつの、こちら、トップリセットもありますよと、前もありましたよね。開運で、オルジアナが何パーセント割引してくれるよっていうのを引いた後に購入するというもの。そして、今回の目玉はスイカ広場じゃないでしょうか。この中ではね、148回で必ずゴムアヒル獲得ということで、ゴムアヒルってなんじゃって感じなんですが、まあ、1.1% から 0.08% までそれぞれもらえるゴムアヒル。これ実は交換ショップで交換ができますよっていうものになりまして、例えばこの暴れん坊カモ、まあ、あのアヒルのこのスキンだったりとか、光闇神話選べる属性もらえるよっていうことで、まあ、この中にはまだムーランとか先日のアースラ入ってないんですけれども、そこはしょうがないよね。これもいつか入るのかなっていう期待をしてるんですが、あと三属性自由カード、他にも、貯金のエネルギーや、悟空の生物とかとか、いろんなものが手に入るよっていうイベントになってます。まあ、これは、キャラクターをね、集める段階っていう感じの人だとなかなか難しいと思うんですけど、ここに石を使う。ただし、アヒルのスキンがどうしても欲しいよとか、狙ったキャラクターをどうしてもカードから手に入れたいとか、この素材だけは逃せないっていう方は狙ってもいいんじゃないかというふうに思います。私は石7000しかないので、ちょっと迷って。これはかなり今迷ってます。ゴマヒル引ける保証もそんなにないので、天井まで連れて行かれると結構きついなと思うので、ちょっと石と相談しながらやりたいと思います。あと、なんといっても、イベントで最も美味しいものといえば、この特権ですよね。召喚回数増えるし、急速冒険増えるし、なんといっても一番個人的に嬉しいのは、この幸せの探索の紫色以上のミッションが出やすくなることなの。ハイパー結晶が手に入るわ、心の水晶も手に入るわ、ということで、やっぱね、石も手に入るわ、ということで、これが一番うまいんじゃないかと思います。このオズの水着祭に関しては。あ、それよりも私が一番気になってたこの夏日の獣、個人的にはこれがかなり私的には好きだなと思いましたね。イベントどんなイベントなのかと言いますと、まずこれ冒険ってありますよね。この冒険は分かります。例えばここ押すと、このような敵を倒せば階層が1個進みますよっていうのが分かる。クリア報酬にはなんか夏のバッジというものがある。夏のバッジってなんだっていうところなんですが、こちら仲間というところを押すと仲間募集ということが、私ね最後の最後にちょっとミスってしまって、計算通りいかなくて5人目があれ間違えて分解しちゃったっていうのと、マリンとアースラが育ちきれなかったっていうことで完全ミスをしてしまって、ここまで来れたんですけれども、200回まで1日更新ができまして、でこのようにこの素材を使って、例えば星1の誰でもいいです、薬の魔女を交換したいとか、今ここにいる星3の黒の王子を交換したいっていうことで交換して仲間に入れて編成を組むという形。まあ簡単に言えば雨の木の総合みたいな感じで、相手もいろんな属性がバッて出てくるのを、こっちは限られた手札の中で戦わなければいけないと思っていたり、好き勝手に交換がしづらいと思っていたりいいと思います。しかしこの仲間を分解という行動ができるんですが、例えばこの仲間の分解をする場合、例えばですけども、4万の
千一夜の王を買って分解するっていうと、だいたい8割ぐらいだったかな、確か。8割ぐらいの素材がバック戻ってきますよっていう形に。なので相手に合わせてある程度分解して仲間を募集し直すっていうことが可能になるんですが、どうしても素材が枯渇してしまうこと、そして更新回数が1日に200回しかないというところになりますので、かなり運が絡むということ、そして編成を考えないと攻略が結構難しいということが予想できます。で、ボスというところ、このボスというところ、こちらがプレゼントを送るシンデレラっていうボスになります。まあ、ボスに対するスコアアタックというね、結構よくあるイベントになっていますが、報酬がめちゃくちゃうまいんですよ。心の水晶とか夢奇跡とかね、こんだけランキングでもらえるよっていうものと、あとは毎日ミッション、そしてサーバー全員の合計ダメージでもらえるミッションっていうものがあります。まあ、こちらに関しては、パーティーに余裕があればなんですけれども、もちろんロビン採用型がめちゃくちゃ強いです。ロビンでガン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 シンデレラにダメージを与えて、こうダメージを出していくっていうパーティーが一番いいと思います。ただロビンを入れるってなると、こちらの冒険の方でちょっと苦戦したなっていう印象があったんですよ。で、こちらの冒険の特徴としては、まあ、さっき私ここ編成ミスってるって言ったんですが、例えば、演出でこうやって負けたとする、負けてもすぐ戻って挑戦ができるっていう感じなんですよ。でこんな感じですぐ挑戦ができるようになっています。何が言いたいかというと、この冒険不日で第一章簡単にクリアするためにはトライアンドエラー、何度も何度も挑戦することが大事になります。まあ、その中でね、先ほど相手のパーティーが属性問わずいろんなキャラクターが出てくるっていう話をちょっと思うんですが、それを考慮するとやはり限られるのは光または闇パーティーというところがおすすめしたいです。その中でも私がおすすめしたいのはやっぱり闇かな。うん、さっきのこの仲間のところの通り限られるじゃないですか、誰を強くしていくかというと。その中で私がやっぱおすすめしたいのは無縁マリンです。無縁マリンをガン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 星を高くしていって、スキルパワー、キャラパワーで戦っていくっていうのが一番おすすめかなというふうに思います。無縁マリンの星を伸ばしていき、その両脇を闇属性で固める、そしてその中にアースラですよ、ね、アースラで音霊をつけて攻撃力クリ率をアップさせてマリンで叩く、であとはトライアンドエラーでマリンの眠りをかけていくというところが、私はめちゃくちゃおすすめしたい戦術だなというふうにやっていて思います。もちろん途中でロビンを入れた方も作ってたんですよ、シンデレラのために。でロビンの火力で突破することももちろん可能です。まあその場合もマリン、アースラ、薬の魔女までは確定で、あとをロビンまた闇誰にする、私は黒の王子に行ったんですけれども、もう一枠闇使うとすると、まあ、オーロラが一番いいのかなというふうに、おすすめの中では思います。それに限らず、状態上パーティーでがっつり組んで、麻痺とか、まあ、何でもいいですよ。魅惑でもいいし、もう凍結でもいいし、そういうパーティーで組んで、相手を状態以上にさせる。もう石化でもいいです。それを繰り返してやるのでもおすすめ。ただ、簡単に第一章クリアしたいなっていうところであれば、もう闇、なおかつ、マリンを一番強くするという戦術をおすすめしたいです。ぜひ、まだ全部更新しきってないよって方おられましたら、やってみてください。素材に関しては、1時間あたりいくらっていう感じでここで手に入りますので、更新を使い切らない方がいいです。私はさっさと先に進みたくて更新使い切っちゃったので、あとは皆さん試しにやってみてください。俺も頑張ればサーバーの11章までいけたんだろうなと思うと、ちょっとミスって残念でした。折り返しつかないのでね、初日は。まあ、2日以降になればまたできますので、そこでまた皆さんも試していただけたらと思います。ということで今回は新イベントオズの水着祭の紹介と、夏日の獣で比較的簡単に勝ち上がる方法ということを初日の段階ですが
解説させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。今後もダークテイルズ楽しんでいこうと思いますので、またよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。